これから大人になる君にどうか聞いてほしいんだ。不器用なりに生きてきたこんな僕が大人になるまでの昔話も憧れてたテレビのヒーローは自分には関係ないとずっと言い聞かせてたんだ。叶わないと知ってしまうのが怖かったから、それでも背中を押してくれた手は忘れないよ。あの時教えてもらった言葉やこの思い出、ここまで歩いてこれたから、次は背中を押す番だ。あのヒーローのようにあの日そうしてくれたのに、だから君を